お疲れ様となったです。今日はこちらゴブリン出演入り高月期やっていきます。さあ、新カードのゴブリン出演がね、めっちゃ強いね。はい、めっちゃ強い、かつ最高に楽しい。はい、というわけで今日は枯渇デッキと一緒にね、使っていこうと思います。でなんですがゴブリンシュタインね、結構使われてるんですけど、俺の中で一つ結構簡単な対処があって、大砲です。はい、めっちゃおすすめします。大砲だけで正直守れます。まあ、別に大砲じゃなくてもこういうテスラとかでもいいんですけど、ボムタワーとか、なんか大砲が一番コスパよく楽に守れるかなっていうイメージがあります。はい、逆に相手が大砲、テスラ、まあ、ボム、その辺持たれてるとなんかあんま活躍できないなーってなります。まあでもそんな中でも全然輝ける、うん、ちょっと強くねってなる時もね、いっぱいあるんで、あれなんですけど、なんか変なチョコのクイクしてんの。そう、個人的に、まあ、このゴブリン主体に対応したいなら、まあ、施設ね、1枚入れるだけで世界変わると思ってます。逆に施設ないデッキだとマジゴブリンシュタイン異常に強く感じると思います。はい、なんか止まんねえっすね。うん、なんなら対応してもそのユニットがその後ビリビリでしばかれてるみたいなのがあるんで、個人的にはこの真ん中に施設で誘導して、レーザーの角度を変える、あんまりなんかね、刺さんなさそうな角度に持っていくっていうのが個人的に大事だと思ってる。よいしょ。まあ今回の相手は、なんだ、クエコグ？ロケット砲敷いてテストライテ、はい、クエコグですね。まあゴブリンシュタイン活躍すんのかって話なんですけど、まあマイティとかには一応リセットできますよ。はい、セパレートもできるんだね、こいつ。まあセパーよりはなんか意外と固めた方が強いイメージあるんですけど、まあ別にセパーでもいいかっていう。一応なんか、うん、打たないでほしいな、クエコグ。いや、いいね。からのこれ、ビリビリで、ロケ砲しばけます。いや、もうこれがね、普通に、意味わからん。普通に意味わからんぐらい強い。しかも400ぐらい削れてるもんな、タワーも。今なんで飛ばして、もう一発飛ばして、さあ、これはね、入りますよ。やばい、位置ずれたんで、でもキング起動してるんで、みたいなね。いいね。ロケ砲を考えると逆サイの方がいいかもね。ロケ砲だけね、基本的に同サイでいいと思ってるんですけど、いや、めっちゃいいプリンで、こいつはザッピーの能力を持ってますんで、はい、簡単にね。で、暇なんでちょっとレーザーとかやっちゃったりね、いらないかもだけど、いいクエイクではあるが、どうしよう、今だな。じゃバレルミラーでさ、ちょっとお願い、仕上がってほしいな。15レベルよ。うん、なんか怖くなってきた、さすがに。耐えるよ。ミラーバレルで頑張れねえのかな。いや、熱い、さすがに。おい、ナイス。まあ、今回はちょっとね、輝きにくいか。そうね、今回ピン施設が本当に一番微妙かなっていう。まあ、ゴルとか、まあ、ラバとか、まあ、ジャイとか、基本的に何にでも攻めでも防衛でもね、活躍できるイメージがあります。高回転施設持ちにだけやや微妙かな。うん、まあ、微妙って言っても優秀なんだよな。困ったらなんか端前に出しとくとかでも結構暴れてくれるイメージあるっす。よいしょ。偉いね。あー、めっちゃいいね、それ。端プリして枯渇採血ね。まあ、あとはチャンピオンなんでね、そのチャンピオンサイクルっていう部分で単純に頑張ってくれるよね。回転が一個ずれるんでね、バレルがいっぱい飛ばせますよっていうね。で、これ今回ロケットあるもんね。悩むよね。どうしようかな。左サイドに固めちゃってもいいし、
みたいなね。まあ一旦もう一回バレル飛ばして、え、視力良すぎん、良すぎるとかの問題じゃないぐらいいい。わ、これ先行すんだ。まあ、ハシマイプリンちょっと読んじゃったりね。いいね。猫ハシマイプリンしちゃったり。もう一回ハシマイプリンやっちゃってもいいけどな。やっちゃってもいいけど、やる勇気がなかった。これギャングではあるんですけど、カウン、あ、ハシマイプリンできんかった。やべ。やべ。なんか、微妙。やべ。一応ロケットとかもあるんでね。なんか、打たないでほしいなっていう思いながら出しちゃいます。怪物くん、行ってこい。このモンスターがタワー届けばいいけど、まあ、施設、さすがに使ってくるかな。え、これ吹きはさ、飛ぶっすよ、多分。このビリビリで。いや、マジ、軽くだけは行っちゃまいなんでね。いや、美味しすぎる。相手ワンチャンないのかな。うん。いや、なんか、良すぎるウッドがあったわ。で、ちょっかいかけてね。いや、相手アウトロプリンスだからさ、え、これ熱い。別にこの後でもいいな、ビリビリ。今でもいいんですけど、ここで、さあ、ビリビリにして、カウンターが来ないよねっていう、そう、ユニットがね、ユニットしかいない、施設がないデッキだと、こうなります。確実にモンスターが、この橋の、何、一直線がね、クララってこう、橋渡ってくるゲームだと思うんですけど、そこにビリビリを置けちゃうんで、まあ、それが単純に強いよねっていう。一直線並ぶところに、並ぶようにできてんのに、並ぶところにレーザー打てちゃうかな。ね、いやもうこれだけで止まんないっすよ。レーザー打ってダメージも稼いで。やばい、ギャングしばいてる。うまっ。そこまでは求めてない、別に。やりすぎなんだよ。やばいね。気持ちよすぎるよな。これだってもう端前にゴブリンシュタイン出したらさ、言ったら勝ちみたいなもんっすよ。まあでもそれはね、ちゃんとね、一回ちゃんと守ってもいいね。ロケット来るかもね、これ。やばい。ちゃんと守ることもありますよと。さあ、あ、でもこれアウトローが、しばけます。幸せな。やばい、アウトローマジ終わってんな。アウトロー使うぐらいならもうこいつ使った方がいいもんね、絶対。どう考えても。で、これチャンピオンサイクルっすわ。いや、で、俺なんかウッドが2個あるわ。ちょっとずるい。で、盾にもなれますよと。わあ、いいねこいつマジで。ダメなところある。これでここに落ちたらビリビリでね、プリンセスしばけます。どうなってんだ。できないことがないキャラです、正直。おい、ナイス。え、やばない？このコントロールめっちゃ強いと思うんですけど、まあミラーは正直ロケットでもいいね、うん、全然ロケでもいいんですけど、なんかミラーでやりたくなっちゃって。まあ、高回転のマイティーコカツ、一時期流行ってたやつの、まあ、ゴブシュタ入りね。最強なんだよな、こいつ。使わないのが損すぎてさ。まあ、困ったらステパでもいいしね。まあ、全然固めて取りまたしたって強いしな。はい。で、あいつは大砲でしっかり釣ってあげないと、倒してもカウンターにつなげれないんでね。スキルで使われて。ああ、なんかこれ、なんか、萎えるっすよね。うわ、やば。お、すんごい。ここでなんか来んのかな。よいしょ。こいつ自体はあんま強くないんでね、単品はね。スタンがあるだけ。
まあこのゴブシュタインにやっぱ施設を使いたいので、使わせてからの端前エレジャイとかね、どうなるか分かんないんですけど、その可能性としてあるよねっていう。やっぱいろんな戦術がね、いきそうね。おおほほほほほ、 2.6 ホグとかの可能性もあれば、なんかボムタワーバルーンの可能性もあればみたいなね。うん、でもライトニングなんで避けちゃう。うね、これもういっちゃった方がいいかもね。でウッドで簡単に処理されるのやなんで奥にしてね。これでプリンも処理がねできないです、はい、でこれでスタンで、ダメージ与えてっていうね。でこの対応式でゴブリンもまあ気づいてどっか行っちゃうよね。で左これマスケで真ん中で対応以外であれば、あおかわりしちゃってね、前でのこれシバライトニングが生んだだけなんですけど、深海スピうざそうからのね。いやこれやばい、めっちゃ入るわ。16レベルよ、意味わかんないでしょ聞いたことないもんな。これちゃんと誘導してあげなきゃですね。まあライトニング打たれるのは仕方ないんで、うん、でこれででもこれ今ビリビリされるとね、ああそう、これやばいな、分かっててもなんかこうなっちまうな。いやでも大砲やっぱいいんだよな。ダブルとかどう、せっかくなら2倍浴びて2倍気持ちいい。はい、これでもうここにライトニング使わなけりゃっていう話ね。スキルのビリビリがあるんで、さあいらっしゃい。いやでもライトニングでやっぱ博士がやられるのはね結構悩ますね。このモンスターがなんか簡単品でいって、なんか雑にスケアゴブリンとかねユニットでしか処理されてみたいになっちゃうんで、やっぱライトニング嫌だな。また攻め取るね。ね、弱点はライトニング取るね。まあ、あとは高回転の施設、そんなもんか。ユニットだけのデッキにはもうぶっ刺さります。やだな、圧着色フグや、圧着色フグか、やだね。大砲にこれさ、まあ、打っといてもいいんですけどね、なんか打っとかなくたってもいい。まあまあやばいな、圧着色フグちょっとまずいね。端前プリンやりたすぎる。これデリバリー間に合わないでくれ、お願い。よし、ミラーバレルはさすがにね。いやでもこれやばい、もしやばい、行かれる行かれると思いきや、でもむずいな正解の受けは何だった。え、でもこいついい、え、いいね、養分ではあるが、これたまたまタワーまで届けば、届かねえか。うん、もっと行ってくれれば嬉しいんだけどね。ちょっとウッド外したりないかな。どう？どう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 ？デリバリー一発？一発に価値がある。ウッドは残ってる。まあまあちまちま削りながらね。こうなってくると怪しくなってくんね。いや深海スピめっちゃいいっすよ多分。で俺はまあ右攻めたいんで。右目にユニット出していくか。なんか怪しいけど、まあなんとかなってんだよな。いやこういう相手にね、そうマジで攻撃でないとダメ、輝けない。フランケンバレルミラーの方が良かったか。まあまあまあ、いやいいね、いやいいね。からのバレルからのもう一回バレルね。いやいいよ、プリン残ってる。あプリン、いやでも16バレルが楽しいだけ。
いやまあゴブリンシュタイン出してみたりもね、右サイド一応ルート強制なんかも知ってたりね。あ、ゴブリンお前でもこれだけでちょっと強そう。いやタワーまで行ってくれたら幸せだけどな。行けないか。いや待って、これ届いてね、届いてねえか。わー届いてね、惜しいね。さすがに大丈夫かな。いや深海スペあっつふふふふふ。え、圧着医療薬にも勝てんならさ何にでも勝てるやん。いやちょゴブリンシュタインがなもっと活躍できる相手いんのよ無限に。いやでもやっぱ強いからこそこういう施設の高回転デッキは今シーズン安定して強いかもね。ホグ、ロイホグ、枯渇。ちょっと高回転環境じゃない？ゴレライトニングどうなんだろうな。ライドラはもう終わってるからな、あいつ。本当に。ライドラの居場所はないんですけど。ぽい。ちなみにバランス調整が来たので、まあ、ペッカとかもね、前と比べると簡単に止まるんじゃないですか。枯渇ね。え、違う。なんかちょっとなんか特殊なゴブジャイプリンス。あれ止まんない？なんかビリビリやった方がいいのか。ビリビリやった方がいいのかな今の。なんかやった方が良かったかも。ゴブジャイピピか。うわこれターまで届けばよかったな。やべえ、なんか。なんかいろいろ悩んだがすごいなんかすごい微妙なコストだけあるやつになっちゃった。一応まあスキルとかでなんかねダークプリを削ることはできるけど、なんかせっかくなら相手の小物系をみたいな。一応これねスキルではいしばくことはできるよっていう話。おちょっとなんか下手だな。もっと上手かったんだけどな最近。なんでだ。まあ8枚プリンして進化あれで回収して、はい、美味しいねこれ。誰がどう見ても美味しい流れだね。いいよ。コウモリちょっとやだな。あ、ビリビリをちょっちゃ迷わずやるのが大事か。ファイボ、おい、いいね。さあ削って、まあこっからは相手の呪文次第ですけど、もうフランケンでイモイモしたら強そうじゃないっていう話ね。お願い突破できる呪文がなかったら嬉しいよねっていう。フランケンが強いから。まあ、てかスタンも強い。外してる。いやここにな落ちたら意味ねえんだよなっていう話。全然なんかビリビリする時がない。怖っ。なんか怪しいな。これ俺怪しいな。いや大丈夫か、まあ、ここでもうちゃっちゃビリビリしてギャングを溶かしながらコウモリも溶かしてタワーまで届いてくれると次たまるスキルでわあ破壊ができたんだよねっていう話ね。でここでビリビリを発動して間にユニット溶かそう、できるだけ。あ、これいいね。よいしょ。でファイブ使った無敵ね。でこれもビリビリしながら進もう。ビリビリしちゃって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 進んで、さあこうなったらもう相手は諦めちゃったよねっていう話ね。
なんか押し松使うのまあ大事っちゃ大事だな、相手によると思うんですけど、逆に使った瞬間に博士やられちゃうとそのねスキルもすぐ終わるんで2コス無駄になっちゃうんですよね。やられた瞬間にスキルは終わっちゃうんでね。だからやれない時にスキルを使うっていうのも重要ではあるが、なんか使わないのは使わないのでもったいないよねっていうさ。ペッカとか、ペッカとかもいいね。この怪物くんタワーまで届きやすいと思うんだよな、正直。まあこれはさすがに届かないか、届かないし、スキル使ってもまあペッカをちょろっと削る程度なんで、まああれなんですけど、よいしょ。これどんぐらい許されるんだろう。おー、幸せな。え、これルート行せない、やっぱ逆や。プリン軽すぎてルート行政とか概念ねかったか。いやん、まず新海スピ作っちゃおう。16レベル。まあペッカなら単純に博士が強いかも。進化ペッカか、止まってくれよ。まあ待ってもいいか。うん、いいね。うざいっしょこれ。ザップ使いました。大砲、低めの博士がねファイボー耐えるんで相手突破できないと思います。てかまあこれ普通に博士いらねえな、深海スピで。深海スピと、まあ、ゴブリンなんてものもあります。これやばい。しかも、いや、これめっちゃいい。顔面。え？ペッカ買った。延命とかもどうですかこれ。微妙かな。微妙かもしれないんですけど、意外といいかもしれない。これでタワーまで届きました。いや、もうこれでいいんですよ。ここに価値がある。はい。削ります。ふふふ。やば。君の仕事はもうそれだけ。やばいよな。ビリビリ。端目いっちゃうもんな。やべ、消えちゃった。タワーまで行きたい。タワーまで行くだけで価値がある。はい、来た。で、ビリビリで、これで2100からね。さあ、2100から、まあ、500ぐらいね。なんだ、600くらい入ってんな。軽く削ってもらって、プリンセスとプリンセス出して、ずっとでしばいて、大砲もあるよと。で、リックがないよと。おや、まあ。ほっ、いいね。からのもう一回ね。ふふふ。いや、じゃあ、端前になんか雑に出すだけでさ、ちょっと強いんだろ。とか言ってたらさ、いや、でも待って。いや、これで届くのすごいな。ふふふ、優秀すぎないか。っていう話よ。強いな。しかも簡単なんだな。別に端前出してスキルボタン押してるだけなんだよ。そんな大したことしてねえんだよ。もう端前出してカウンター来て負けるのかなってこう思いながらね。いや、もうビリビリ発動しながら進んでユニットもしばいて、はいはいほい、ナイス。行かれてます、行かれてます。いや、まあ全然ただのぶっ壊れ。普通にシーズン中に下方来てもいいんだろうなっていう強さですよね。でも前回な、あのイカれた強さのペッカですらさ、シーズン中に下方来なかったから、まあ、そう考えるとまあ下方来ないのかっていう気持ちはあるんですけど、全然来ておかしくないぐらい、はい、壊れてるとは思います。よっ、無事いい、ゴブジェイプリプリ流行ってんのか。勘弁して。勘弁して。痛い。
このデッキはヤザップかファイボザップとかなんで、もうバレルドンして、あとはね施設ないんでね、もうゴブリンしたいんで、メガネとココツよ、じゃあメガネとオールブレイクよ。ええ、これゴブリンシュタイン結構重要、こいつがいないと止まんないぐらい。それは大げさか。これでレーザー撃っちゃうのどう、どんぐらい止まんだろうな。おお、まあ、U のをまず溶かしますよと。おーおーおーおおおおおい、いいんじゃないのいや、そのライドラが飛ぶっていうことはライドラよりも体力少ないやつ全部飛ぶんですよ。そこだけ覚えておくと、基本的にスキルで何でも溶かせます。やばいな、もし何でも飛ぶな。うわい、うん、ぶね、ちょっとコスト使いすぎたけど、まあいいでしょう。飛ばないユニットの方が少ないもんな、まあ、絶妙に飛ばないのはファルチとかね。うん、まあでも小物系ガゴムレとかもワンパンなんだね。秒です。大砲置いて飛ばしちゃって、ヤナメか。ヤナメだとちょっとプリン残れないけど、深海スピで、おい、なんか勝てやつ来た。しかもでもやばい、これビリビリが角度がむずいやつだ。うん、すごい。おー、なんかむずいな、やばい。うっ、今の入ってんの、今のカツン入ってんの、まちょっとまずいな流れが。やばい、動きが少ない。うわー、やば、あのカツン入るの、まあ、なんかメガナイトちょっと嫌だったな。メガナイトで飛ばされてスキルが使えない。おや、メガナイト弱点だったりすんのかないや、どうなの、いや通常のメガナイトは簡単に受けれるけどね、進化メガナイトちょっと、まあこのデッキは陸少ないからっていうのもあるかもしれないんですけど、レーザーがその都合いい角度にできないんで、ちょっと受けづらかったな。まだ博士の火力が低いのもね、ちょうどいいね。これでもうちょっと強かったら止まっちゃうんで、こんぐらいだからこそ、なんかなんとかねなんとか許されてるか。おー、キング祈祷やな。削って削って、何でも守れるからな。スケラとかの防衛もねめっちゃ強いんだよな。ビリビリでやって5秒間守れる、クエクって3秒ぐらいしたったら。はい、ソウルコール もうビリビリでもう意味ない。だから2個使ってくれたらこっちも2個使うだけなんで、まあおあいこみたいなもんね。え、濁念とかもさ、もう天国よ正直。届けたい、できるだけ敵陣地に。熱い、いや、これタワーまで届いてないか。まあ許せるか。で、左のベビーは痛いが、まあ仕方ねえか。ビリビリもうちょっと早めにねしちゃえばいいかもね、もしかしたら。ラムジャック強ない。さあ、ゴレッポー、ゴレトルネッポこれ使うか悩むな。ゴブした、まあ使っとくか。正直これでダクネをしばけるんで、コウモリがなんか増えてきたところらへんでね、この辺か。いや、もうこれです。はい、ダクネをしばきます。
イカれてんな。で削りに行っちゃいます。いい。でもこれ守れるかな俺。気合でね。もうゴブリンシュタインいれば守れるんじゃねっていう。でもライトニングあるなこれ。でこれでもレーザー発射して。強い。あーえぐいな。なんか気づいたら相手と何もいねえんだけど。後衛ゴーレムってやっぱ後衛がちょっとね残るから事故りやすいし怖いんだけどね。何もいねえぞ。気づいたら。さあ進化アイスピンも一応ねあるし、最強もあります。最強どっから出すかみたいなとこもあるんですけど、こっから出しちゃおうか。うざいんじゃないこれ相手。いやビリビリするか、まあ、ランバーしばいて、これライドラ溶ける多分ギリ溶けねえかな。うおいやばすぎんだろこれ。どうなってんの本当にマジのイカレキャラ。いや進化するちょっといい。でまああと128はねおしゃらにウッディウッディなんてものもねありますよ。まあやば、相手ライドラーマジで弱えな。なんかベビドラとかもねこう見ると意味ない、いらない進化ペッカ、カホライドラーがね、まあ、進化ライドラーが登場でゴレ環境来ますとかもうなんか関係ないもんね。まあでもライトニングやっぱ嫌なんでお互い様か。ゴブシタ視点はなんか形組まれてライトまで打たれちゃうと結局感電意味ないしなみたいなあるしが、ゴレ側もなんかゴブシタ残っちゃうと後衛も全部いかれて意味なし、お互いになんか嫌だね。これマジ角度変えたいな。角度変えれなきゃもうなんかお互いビリビリで全滅になっちゃうよこれ。やばい。いやこれね我慢して俺はここだ。ライドラ来い。よし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 。え、その残り時間でさ1秒ぐらいなくて4秒とかでもライドラ死んだならさマジで強いやん今のでライドラ処理できるの意味わかんないもん普通に。いいトルネアな。コウモリ、もうちょっとだるい。え、なんで俺こんなダメージ受けたんだろう。コウモリか。ダガーがあるか。もうやだな。おい、おやつきました。こいつなんかマジで弱いよな。はい、まあスキル使って今ライトニングって相手やめて。ダガーが活躍しないで。よし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 、まあ一旦追いつきまして、相手の敵は何、あいつね。ちょっとバケモンだけちょっと厄介なんだ。おい、さあゴーレム早めになんか出してこないで。もうやばい、そのあでも角度が悪い。角度が悪いければ別に何だっていい。これライドラ溶けますライドラ溶けますってなんかすげえこと言ってんな俺もしかして冷静にかけたらなんか意味わかんねえこと言ってんだな。ライドラ溶けますでも、うん、意味わかんねえかもしれねえんですけど、ライドラ溶けます、はい、でこれもゴブリンで今対応できません。溶けます、はい、ランダム溶けちゃうんでビリビリが折るのを待たなきゃいけませんよと。いやマジイカれてるけどめっちゃ楽しいこいつ
というわけでゴブリンシュタインね、もう神カードです。ちょっと相手に来たら厄介なんですけどマジで楽しいんで、ちょっと皆さんもね、ぜひこちらゴブシュタコツ使ってみてください。チャンネル登録も押しとったね。